本日のセミナーは、効果拡大、光で変わるマジックプリントの世界、トリックプリントシリーズのフラッシュプリント、リライトプリントのご紹介です。では、フラッシュプリントのご紹介からさせていただきます。フラッシュプリントとは、スマートフォンのフラッシュなどの強力な光を印刷物の表面に当てることで、隠れた絵柄や隠れた文字がフルカラーで写るプリント手法です。フラッシュ撮影だけで印刷されたデザインを変えることができるので、専用アプリのインストールや通信環境を使用することなく、手軽に体験することが可能です。ですので、アプリのインストールの手間を嫌がる方や、通信環境が低速モードのため、WebAR サービスなどでサイトへアクセスができないといった方でも体験いただくことができます。では、実際にフラッシュプリントの動画をご覧いただきます。印刷物に対して、スマートフォンなどのカメラでフラッシュをオンにして撮影を行います。すると、今まで映っていなかった文字やデザインがスマートフォンのモニターに映し出されます。このように、フラッシュ撮影をすることによって、見えていなかった絵柄が映し出されるプリント。フラッシュプリントです。何が映るの？と興味を持ってもらうことで、印刷物への注目度を高めることが期待できます。それでは、手品のようなフラッシュプリントの仕組みについてです。フラッシュプリントの専用用紙の上に、フラッシュ撮影をしたときに現れる隠し画像の B を印刷いたします。隠し画像の B は表面から光を当てない限りは見えなくなります。A は通常に見える画像を印刷しますが、まず白インクで下地を印刷します。そして形成された下地の上にカラーインクを印刷することで、もともと見える画像を表現します。A の画像と B の画像は配置位置が異なるため、互いに干渉しない仕組みになっていますので、左側の拡大画像のように、A の画像と B の画像を交互に印刷をしたストライプ状の仕上がりになります。次に、フラッシュプリントの作成の際に必要なものをご紹介させていただきます。フラッシュプリントの専用メディアは IKC 株式会社様よりご購入いただけます。フラッシュプリント用のデータに関しては、弊社株式会社総研へご依頼ください。ご用意いただいたデザインデータを出力用に変換し、お戻しいたします。デザインデータはイラストレーター形式で元から見えているデザイン、フラッシュ撮影をした時に見えるデザインを2レイヤーに分けてご用意ください。インクジェットプリンターは白インクが搭載されている機種のご用意が必要になり、みまき様の JV300 シリーズ、UC-JV300 シリーズでご生産いただけます。続きまして、トリックプリントシリーズ、もう1種類のリライトプリントについてご紹介をさせていただきます。リライトプリントとは、印刷物の後ろから光を照射すると、隠れた絵柄、文字がフルカラーで発光し、デザインが切り替わるプリント手法です。バックライトのオンオフや強い日光だけで、印刷されたデザインを変えることができるので、手軽に導入していただくことが可能です。では、バックライトのオンオフによって切り替わる動画をご覧いただきます。電飾のライトがオフになっている状態から、ライトがオンになると、デザインが切り替わります。背面からの光が当たるとデザインが切り替わる。それがリライトプリントです。こちらは実際に行ったテストになります。日陰を走行中は車内の方が明るいので通常画像が見えていますが、日陰から抜けると車内より外の方が明るくなることでデザインが切り替わります。今ご覧いただいているのが日陰を走行中です。日向に入りますとデザインがガラッと切り替わります。では、リライトプリントの仕組みについてです。リライトプリントはフラッシュプリントと同様に隠し画像の B を用紙の上に印刷します。B のカラーインクに関しては背面から光が当たらない限り目には見えません。まず下地で白インクを印刷します。そして、形成された下地の上にカラーインクを印刷することで、もともと見える画像を表現します。A の画像と B の画像は配置位置が異なるため、
互いに干渉しない仕組みになっていますので、左側の拡大画像のように A の画像と B の画像を交互に印刷をしたストライプ状の仕上がりになります。次にリライトプリントの作成の際に必要なものをご紹介させていただきます。リライトプリントの専用メディアはリンテックサインシステム株式会社様よりご購入いただけます。リライトプリント用のデータ変換に関しては弊社株式会社総研へご依頼ください。ご用意いただいたデザインデータを出力用に変換しお戻しいたします。デザインデータはイラストレーター形式で元から見えるデザイン、背面よりライトを当てた時に見えるデザインの2レイヤーに分けてご用意ください。インクジェットプリンターは白インクが搭載されている機種のご用意が必要になり、耳巻き様の UCJV300 シリーズでご生産いただけます。それでは最後になります。フラッシュプリントとリライトプリントの仕組みは全く同じ技術になりますが、専用メディアが異なるのと、フラッシュプリントは表面からの光、リライトプリントは背面からの光によってデザインが切り替わります。このような特徴を持ったフラッシュプリント、リライトプリントをご活用いただき、装飾ディスプレイにおける複合商業施設など来場者の方が参加したくなるような仕掛け、広告プロモーションにおける広告物を見たくなるような仕掛けを印刷物に付加してはいかがでしょうか。皆様のビジネスの幅の拡大にお役に立てることを切に願っております。